スノーマン・メグロレン海外で初のファッション撮影ファンからの嬉しい言葉を明かす、エルジャポン初登場で表紙に。人気グループ、スノーマンのメグロレンさんが1月26日発売の女性ファッション誌、エルジャポン、エルジャポン、ハースト夫人が放射、3月号特別版の表紙を飾る。メグロさんが同誌に登場するのは初めて。フェンディのウィンターコレクションをまとい、ローマで撮影が行われた。 海外でのファッション撮影、外国人フォトグラファーによる撮影は、目黒さんにとって初めての経験だったという。特別版では、通常版より拡大した全9ページにわたり、目黒さんが同ブランドの様々なルックをまとったファッショングラビアとインタビューを掲載する。グラビアでは、ローマの美しい街並みの中で、躍動感あふれるポージングを披露している。特別版に収録されるインタビューでは、 僕たちを応援してくれるファンの人たちの中には、今日をギリギリで生きている人も絶対いると思うんですよ。だから、明日も頑張って生きてみようと思いますとか、力が湧きましたみたいなコメントをいただくとすごく嬉しいです。自分が仕事をしている意味があると思いますと語っている。同号の通常版はモデルの森光さんが表紙を飾る。